おはこんこん、あきです。今回もアークモバイル実況やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。拠点が表ってかスマホがあっちそしてね、皆さん今日何日か分かりますか？動画投稿日8月16日です。皆さん分かる方は分かると思います。さあ答えていいですか？答えていいですか？そうです、私の誕生日です今ね、誕生日ですよ。誕生日の動画何すると思いますか？皆さんこれはね、もうサムネとタイトル見たらもう絶対わかると思う。もうわかるからクリックしてきてると思う。そうです、そうなんです。カイルクペンギンテイムします。さあ、何気にね、テイムしたことなかったので、今回はテイムしようかなと思います。さあ準備、します。とりあえずね、10倍効力ちゃん補充してたんで、はい、このね、このねペンギンちゃん、好物がね多分右下プブって出てると思うんですけども、霜降り肉なんて私は持っていません、はい、持ってないです。持ってないのね、どうするかというわけですよ皆さん。そうですよ、お肉です。今日ちょっと調子悪いよね今日ちょっとお腹の調子が悪いんかなっていう。 ゲームが重たい。フリーズしてるね。よかった。どうしますか。これはあるんですよ、本返しも振りに行く。まあこれでテイムしようかなと思います。さあここまで戻ってきたんで、多分あのペンギンちゃん死ぬと思うんだよね。はい、持って近くの生物に渡します。はい、多分こいつ食うと思うけどこいつ食うと食うんちゃうか。食べて。では早速さあテイムしていきます。性能とかね、あの特殊能力とかはテイムした後に、説明しちゃおうと思います。さあ判定がね、はい、あ今回ねこの電撃麻酔弾を使います。普通のね麻酔弾だったり麻酔矢とかはね死んじゃう恐れがあるので、まあこれで一旦対応しますと。じゃあ復活、516個で復活します。さあこの子もね食料時ゼロにするために一旦お休みします。この方法なんですけどね、たまにコメントをくださるんですけども、マルチでは使用できないです。はい、シングルはねもうこのデータなんで、データでなんでなんていうの、ちょっと難しいな、ごめんな、適当やからペンギンちゃんいる？はい、いるね。今回男女カロじゃないからね、許してちょんまげ。はい、あなんか心苦しい、あ心苦しい、あ心苦しいわ、寝た。さあ、早速じゃあ食わせます。先にね10倍香料入れて、よし、変にね生肉入れちゃうとそっからねスタートしちゃうんで。お前全部食ってないよな、食ってたらお前ペンすんで、ペンすんで。さあ今回霜降り肉、本当は霜降り肉の方がいいです。まあ別にどっちでも大丈夫です。さあ食料値ゼロ確認します。はいはい、食料値ゼロです。早くしないとね、あの餓死しますので入れますね。はい、おー、テイム完了です。ゲームクソモデ、テイム完了でございます。じゃあ一旦ね、朝になるまでちょっとカットします。さすがにこのままだとねすんごいあの見づらいので、一旦ここから放置します。はい、朝になりました。まあ朝というか一回死んでベッドに入りました。はい、こんな感じで可愛いんだよこれね。あの本当はねあのダンジョンカラーにしたかったんですけども、ちょうどねあのインプラント持ってなくて、ずっとね保存してたやつが一体だけいたんで、はい、保存しました。いやまあねダンジョンカラーじゃなくてもね可愛いんよね。あのこの横顔見てくださいよ、これ
かわいいねー、かわいい、よしよしよし。この子はね、大人ですね。うん、このペンギンちゃんね、成長が4段階あって、まあちっちゃい頃、幼年期かな。で、少年。少年期、青年期、大人です。はい。こんな感じになってます。まあ正直、大人の方が、需要があるかな。うん。ブリーディングしたらね、子供とかいるんで、まあいいと思います。さあ、これ、特殊能力と性能。まあ、ステータスやね。ステータス見ていきましょう。ステータスこんな感じ。HP が741。で、スタミナが660で、重量が 112.0。筋質スコア475.8 の移動速度300。まあ、こんな感じですね。はい。酸素はなしか。おい。ではでは、性能について話していきましょう。この子、周囲の防寒性能をアップさせることが できますと。そして 25% アップなんですけども、この範囲がね、とてもちっちゃくて、この土台、1トマス分しかないです。うん、まあ、そんなにね、いるかなと思うんですけども、この子ね、なんと、モテます。これがね、見てくださいよ。かわいいんですよね、これ。ごめんなさいね、動物結構好きなんで、こういうの見たら、うわ、かわいい。なんかすごいお腹が。かわいいんですよ、これって。だからつまりね、これずっと持ってたら、防寒効果アップします。かわいいんだよ、かわいいんだよね。そしてね、ちょっとね、こっからはちょっと残酷な話なんですけども、この子、倒すとポリマーが、有機ポリマーがゲットできるんですけども、この子をブリーディングして、その子供をぶち殺すっていう残虐な行為あるんですよ。でも、その、ね、一番ね、小さい時じゃなくて、その幼年期がポリマー 28.1 個、まあ28をね、うん、ゲットできて、少年期が 28.4 で、青年期が 27.1 の大人 24.5 個、有機ポリマーゲットできます。ですのでね、この子をテームする価値って有機ポリマーなんですよね。残酷な世界。これはね、アークです。アークはね、弱肉強食、可愛いとか言ってらんねえ。でも私はそんな残酷な世界でも俺は癒しを求めてこの子をテイムしました。ですので、この子ブリーディングしたとしても子供は殺しません。そして卵、この子ね、卵を産むんですけども、その孵化がめちゃくちゃ早い。多分アークで一番早いんじゃないかな、おそらく。ですのでね、PC 版 CS 版の時は、まあ、残念あれなんですけども、カロカロの餌にします。まあね、私はやったことないんですけども、そういうことをやっている人もいるという、まあそういうことですね。はい。まあ、とにかくこの子は可愛い。それ以外は何もない。この子は殺すのはかわいそう。ということで。あとは何かあるかな。あ、そうそう。有機ポリマー取る際はね、棍棒でどつき回してください。うん。棍棒で剥ぎ取りをしてください。以上かな。以上ですね。全部伝えたかな。うん。というわけで。今回はね、この可愛い可愛い、海陸ペンギン。テームしてみます。皆さんよろしければテームしてください。ご視聴ありがとうございました。今日誕生日です。というわけで、ご視聴ありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。バイなら、バイバイ。